はい、どうも、嫁と俺の嫁です。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はコンビニの冷食の中に実は私の手作り料理が入っているドッキリをやりたいと思います。イエイ。というのも、私よく夫にナポリタンを作るんですよ。夫は私のナポリタンのことがすごく大好きで、美味しい美味しいっていつも食べてくれるんですよ。私最近ふと思ったんですけど、それだけ私のナポリタンが好きなら、いついかなる時でも、いついかなるタイミングで私のナポリタンが出てきても絶対に当てられるんじゃないかって思ったんですね。おっと、こちら、今から夫にコンビニのナポリタン3種類を当てるっていう企画を持ちかけます。で、その中の一つが私の手料理ナポリタンです。そして使用する麺はセブンの麺です。これはね、ぜひとも当ててほしいです。私の手料理が好きならば当てられるはず、ね、ちょっとね、皆さんと一緒にその夫を見ていきましょう。ん？お願いします。どうか見抜いてください。見抜いてよ。それでは行ってみよう。はい、というわけで今からいつものナポリタンを作っていきたいと思います。いやー、緊張するな。当ててくれるかな。当ててくれたらいいんやけどな。いやー、さすがにわかると思うんだけどね。これはとりあえず 200g 入れていきます。これは一体何分だ、何分なの。じゃあ麺茹でとる間にちょっとね、具材の方を切っていきます。最近の冷食って本当に美味しいですよね。どれもナポリタンの冷食食べたんですけど、本当に普通に美味しいなって思った。ちょっと多めにしよう今日はね。なんとなく私結構トマト入れるの好きなんで、いつも切っていきます。トマトはぶつ切りです。具材が切り終わったので、ソースっていうかな、ソースを作っていきます。炒めていきます。ナポリタンっていいですよね。私も個人的にすごい好きでよく食べました、喫茶店とかで。私のナポリタンです。これは私が作ったナポリタンです。お願いだから当ててね、絶対に当ててね。あ、そうだそうだ、その間に他の、これはあれだね、ファミリーマートとローソンのナポリタンたちをちょっとチンして準備していきます。多分麺がいい頃なので湯切りします。じゃあちょっとそろそろケチャップの方を入れていきますね。なんかちょっと遠いな、まあいっか。ちょっとお母さん食堂のやつ一本食べてみます。うん、あー、なるほど。これはやっぱり分かるかもしれない、多分。っていうか分かんなかったら本当にショックだよ。うん、うん、はい、できました。というわけで1個ずつお皿に乗せていきます。とりあえずファミマ、ローソン、そして私のナポリタンをお皿に盛って準備していきたいと思います。ちょっとですね、今全種類やってみたんですけど、これが私の作ったカルボナーラじゃないや、ナポリタンなんですけど、これちょっとね、見るからに分かっちゃうので、このやっぱりね、このコンビニの冷食って色が濃いんですよね。なのでちょっとこいつだけもうちょっと色を濃くコテコテにしたいと思います。せめて触りだけでも近づきたいコンビニに。これいつも私の作ってるナポリタンじゃないじゃん、こんなの。どう見てもね、赤いんだよ。コンビニ赤いんですよ、どう見ても。どうしよう、
まあいっか。そうだよ、多分マルコさんは全部コンビニって思ってるからきっとバレない、バレないバレない。よし、それでは改めて行ってみよう。はい、どうも、嫁と俺のマルコです。嫁です。息子です。息子です。はい、どうも、よろしくお願いします。というわけで、はい、今日は何でございましょうか。今日はん、今日はコンビニの3種類のナポリタン、当てゲームです。イエイイエイ。これね、楽しみしてたよね。好きだもんね、ナポリタン。好き好き好き、ね、コンビニのスパゲティとか昔すごい好きでよく食べてたんですよ、うん、そうそうそう。ただ冷食の方ってあんま食べたことない、うん、ああそうなんだよね、うん、でもコンビニごとにやっぱ近い味はしてるから、うんうんうん、俺ね、そうそう、結構わかると思うんだよね。わかると思うよ、うん、で俺この企画持ちかけられた時に、うん、俺の勝ちだなっていうね、もう確信を持って今日はフルボッコしたいと思います。はい、はい、というわけで早速行こっか。やってみようか。やってみようか。じゃあ早速、はい、行きたいと思います。行ってみよう。ちなみにさ、嫁ちゃんはどれがどれか分かってんの？これ。あ、全部分かってる。お、すごい。把握してます。大丈夫だよ、そこは全部把握してるから。はい、行きますね。じゃあ1品目から。はい、ピローンピローンこいつか、はい、エントリーナンバー1、ほう、ナポリタンです。ナポリタンだよね。はい、どれ。じゃあいただきます。はい、早速ね、どうぞ。冷食すごいな。本当ね、すごい美味しそうな匂いするよね。うん、あ、ちょっとお茶持ってくるね。お茶、うん、一回あれしたいね。あれ、ローソンとファミマとセブンだよね。そうだよ。すごい、うま。美味しいよね、うん、いいな、私も一口食べたいな。ソロチャンチンしたいらしい。よいしょ。なんとなくだけど、俺の感じではあそこかなって気がする、うん、あ、わかる。なんとなくね。じゃあ2皿目ください。はい、エントリーナンバー2、ナポリタンですよね。ですよね。いいな。なんかこっちのは若干あっさりめだな。そうやね、結構あっさりしてる。くり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 やな。くり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 してるな。まめまめまめ。うーん、どんな感じ。うん、どんな感じ。うまい。美味しい、うん、そこのナポリタン。うまい。うん、うんうん、分かった、うん、どっちだろう。ちょっとクセモンだな。あ、そうなんや、うん、そういう感じなの。いいですね。じゃあ3皿目。はい、エントリーナンバー3、はい、ナポリタンですよね。そうなんですよ。あー、なるほどな。やっぱパッと見わかんないね、うん、どこのナポリタンも。どう、ワンワン、食べ比べると、うんうん、三者三様、全然味違う。え、そうなんだ。全然味違うし、麺も違うね。こいつちょっと柔らかいな。ちょっともう一周していいですか。もう一周。いいよ、もう一周だけよ、うん、もう一周だけ、うん、そんなシビアなゲームなの。シビアです。なんでだよ。このゲームはシビアなんです。これよくできてる。へー、チーズが多いんだね、これね。チーズとか入ってるの。入ってんね。へー、こいつがね、麺細めなんだよね。うん、なんか見た目も結構あっさりしてるよね、その人は。味もあっさりしてて一番食いやすいね。あ、そう、うん、これは、うん、酸味がちょっと強いな。へえ。こいつね、チーズかかってないね。よいしょ。味的に素朴かもしれない。へえ。かけたらまた違うんだろうな。なるほどなるほど。ちょっと麺が柔らかすぎて。あ、いや、ナポリタンだからいいんだけど、うんうん、あ、さっきの太いって言ってた子だね、この人は。いや、こいつと一番が結構太め、うん、やっぱこっちの方が太いかな、うんうん、2ミリぐらいあるのかな。難しいな、俺多分なんだけど、うん、一番がファミマかセブンだと思うんだよ。おー、なるほど。
なるほどなるほど。いやそういうのやめて何違うのかなみたいに思っちゃうから一番がファミマかセブンだと思ってる、うん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 、で普通に売ってるスパゲッティってファミマが結構できいいなって思ってるから。あーなるほど、ね、あれはね美味しいんだよ。あーそう。で申し訳ないけど、うん、普通に買うスパゲッティで、うん、ローソンが一番なんかね味が地味なのね。だから俺こいつローソンかなって気がする。あーなるほど、うん、なるほどなるほど。こいつローソンかなって気がする。ほう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 。3番が、うん、ローソンです。はい3番ローソン。ローソン、はい。で1番2番がこれ問題だな。うわむず。頑張れ。俺ローソン結構当たってると思うんだよ。うんうんうん、すごいね。ね、やめてよ、自信なくなる。そのリアクション自信なくなるわ。本当にすごいよ。うん。チーズが多い。あー、味が派手なんだね。うん、派手。派手。粉チーズがめっちゃ多い。なるほどなるほど。あら、うん、1番がファミマ。おー。で、消去法で2番がセブンだ。あー、なるほど。うん。なるほどなるほど。なるほど。結構自信ある。なるほどね、うん、おーほーほー、ファイナルアンサーでなんてファイナルアンサーでよろしいですか。ファミマ、うん、2番セブン、はい、で、ローソン。ローソンね、うん、ちなみにさ、うん、聞くけど、うん、このエントリーナンバー1か3の中で好みの味は何、うん、好みか、うん、一番美味しいと思ったって言った方がいいかな。全部美味しい。おー、なるほど。全部美味しいけど、はいはい、うん、難しいな。1か2だね。おお。ほんとローソンには申し訳ないけど。おー、なるほど、うん、1か2。俺は1か2だね。じゃあ1は派手なんだよ、味がすごい。はいはいはい、うんうん、で、2はすごい上品だから、うん、これね、どれぐらい食べたいのかによって違うかも。あ、気分によって違うということ、うん、なるほど。だから1食食べきるとしたら2番かなあ、そう、うん、1番は一口二口だから美味しい。ああ、なるほど。感じがする。うんうんうん。あのね、俺粉チーズあんまかかってないのが好きなんだよ。そもそも。そもそもが。麺がやっぱ2番が一番美味しい。なるほど。うん。うんうんうん。総合的に個人的な好みは2番かな。お。ちょっと何するんですか。じゃあこれはさ、はい、答えを言っていくね。言ってて。言っていくよ。一番自信あるやつから言って。オッケー。あの3番は。うん、ローソンですか。正解は正解です。ローソンです。待って正解は正解ですって。なんだよ。ちょっと待ってごめんなさい。そうだね、もう一回やり直す。もう一回やり直す。下手くそか。はい、はい、OK。 正解はローソンです。正解だよね。だからね、正解です。そうなんです。正解なんです。なんすごいね。いや、あれはね、ローソンの味、ね、で、ローソンってスパゲティに力入れてねんじゃねえのかっていうぐらい、個人的にはその3つの中だったらよ、うん、美味しいんだよ、はいはい、美味しいけど3つの中だったらやっぱローソンはちょっとだけ5点ぐらいした、俺の中で。あー、そう、うん、ここがちょっと決めかねるんだよ。ファミマってスパゲティすごい普通に売ってる方のスパゲティ力入れてるから、うん、派手な味のやつがファミマっぽいなと思って俺ファミマにしたんだよ、うんうんうん、派手さのファミマにちょっとかけてみた。俺は、うんうんうん、なるほどね。セブンはちょっと消去法で選んだ感はある。あー、なるほどね。だからあいつがファミマの方は自信ある。オッケー。え、マジ違うの。ナンバーワンは、はい、ファミマです。正解。おい、すごいね。だろ、さすがナポリタンマスターだね。だ初めてそんな称号をいただいたよ俺。ほら、どうだよ。すごいわ。じゃあこれセブン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーだ、他にねえじゃん。本当にセブンでいいですか。え、デイリーとかそういうこと。違います。急にデイリーではない。そういう変化球くんの。うん、デイリー、ちょっと待って、デイリーではないってことは、うん、セブンでもないってこと。正解は、ほう、私の手料理でした。おー、イエーイ、すごい。はい、というわけで今回は冷食の中に私の手作りが入っているドッキリでした。ドッキリなのかこれは。ドッキリ、これは検証なのかな。わかんねえ。あー、マジか。え、でもそれで言ったらこいつだけ出来いいもんな。冷食感ねえんだよ。え、一個聞くけどさ、はい、これっていつも食べとるナポリタンじゃないって思ったことあった？食べとって。だってコンビニにも食べるからさ。何、どういうこと。いや、ほら、これって私の嫁ちゃんの手料理じゃないって思わなかった。これ食べて、うん、若干思った。だよね、うん、そうだよね。そう、そうなんです。実はこれでもいつもと味違うね、若干。あのね、思ったよりさ、他の冷食の色が濃くってさ、はあ、
ちょっと濃いめに作った。あーなるほどね。どうしてんの、来たいのか来たか。なんだこれは、なんだこれは、なにこのバランス。めっちゃ笑ってる、ね、ニコニコしてる。かわいい。そっかそっか。よいしょ。あーそうね、そう一個だけねすごい浮いちゃったの、色がか、うん、うん、でもさやっぱさ言われてみりゃそうだよ、麺が全然違うんだよな。他のと比べて明らかに細いんだよね。細さもそうだし腰がしっかりしてんの。あ、うんうんうん、ナポリタンって結構さ太めの麺で作るんだよな。そうやね、本来もちもちしたやつね、うんうん、それで言うとちょっと俺好みすぎる。俺細め固めが好きだから俺好みすぎるんだよこの麺は。いやこれさ美味しくないって言われたらさどうしようかと思った。これでも本当に本当に申し訳ないけど、うん、こいつとこいつは同格ぐらい。あ、そう、このファミマだよな。ファミマ、ファミマの冷食はマジでうまい。本当にうまかった。で本当に申し訳ないけどローソンはだね。そっか、だったね。そっかそっか、うん、ちょっと食感的にも味的にもちょっと脂っこすぎるってのもあるしな、うんうんうん、これほんと間違えられたらどうしてやろうかと思ってた私。でもさ、うん、とりあえず各社当てたのすごくない？ほんとすごい、ね、どんだけコンビニ好きなの俺。まさか当てると思ってなかったもん。逆にそっちにびっくりだよ。じゃあ、あとはゆっくり食べていくよ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、コンビニの冷凍のナポリタン食べてみたいなって思った方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram、 そして YouTube のストーリーでほぼ毎日嫁とおれカレンダー更新してます。よかったらフォローしてね。15秒間でこあのチャボセンもなんだよ。なんでバイバイしてんだよ。早かったまだ。15秒間で挑戦してほしい企画とかそういう何かがありましたらコメント欄にお願いします。というわけでよかったらまた見てね。まだ見てね。息子バイバイ。